こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の山本高光です。吉川博光です。今日はですね、人文的あまりに人文的の第198回目となりました。はい。はい、えんで、今日はね、何をしましょうかはい。まあ、昨日何読んだっていうコーナーがあるんで。うん。それでお茶を濁しますかね。ああ<ー>。<laughs> <laughs> はい、そうしましょう。はい、じゃあ。 早速ですけどね、吉川君、昨日何を読みましたかあ、まあ、ちょうどね、うん紹介したいものがあるんですよ。なんでしょう。このコーナーに合ってるかも。お新刊とかじゃなくてですね、うん、だいぶ前に出た本なんですけど、うん、こんな本を読んでます、今。おお<ー>。哲学の最前線っていう、東京大学出版会から、うん、もう、 40年ぐらい前に出た論集なんですよね。うん、懐かしいですね、うん。で、我々が学生の頃は、うん、あの新刊書として並んでたと思うんですけど、うん、今はおそらく、えっと、図書館か古書店でしか手に入らないと思います。そうですね、きっとね、うんうん。で、あの、まあ、ギリシア哲学の最前線ってタイトルが面白いんですが、うん、あの何しろ、古代ギリシャ哲学ですよ、ね。<そう> <laughs> どういうことかというとまあ二十<あ>世紀のあの主に英米圏の哲学者たちが、うん、あの古代ギリシャ哲学研究に新境地を切り開いた時代があって、うん、その頃の名論文を集めた論書、うん、であのまあそういう論書なんですけどね、うん、あのここで今私あのちょっと用があって、うん あの、ソクラテスについて調べてるんですけどね。うん。あの、グレゴリー・ブラストスっていう、えっと、えー、最終的な活動はアメリカかなの哲学者の、うん、あの、ソクラテスのエレンコス、ソクラテスの論爆法っていう論文があって、これものすごい当時は論議を読んだらしくて、うん、もう古代ギリシャ研究者の中では、何ですかね、あの、うん、もう知らない人はいない。 うん、全員読んでるみたいな論文なんですけど、うん、これがね、めちゃくちゃ面白くてですね、うん、あの、まあ明らかに論議を呼びそうなことを書いてるんですけど、うん、もうなんか賛成反対以前に面白い論文ってあるじゃないですか。あど。結論はともかくとしてみたいなね。まさにそういうエポックメイキング、うん、この一本で一気にみんなソ連数で何か言いたくなるっていう。うん あ確かに一時期、あのー、日本のね古代ギリシャ哲学の界隈でもそのエレンコスっていう言葉はしばしば耳,耳というか目にしましたねそれはね、うん、なんかエレンコスブームみたいな <laughs>、うん、<laughs> 軽くあったと思ううんそんな感じで、うん、実際はどんな議論なんですかあのねまあブラストスはこのソクラテスってまあ対話で、うん、まあ特に初期は相手やり込めていくわけじゃん うん、で自分は何も知らないとしつつ、うん、対話によってね。うん、でまずはこの基本的な形っていうのを取り出して。うん、で標準的エレンコスとか言って。うん、で派生的エレンコスもあるんですけど。うんうん、でそうしていくとすごく不可解なことがあると。うんうん、あのまあ,あのソクラテスは論爆しちゃうんだけど、うん、でもその論爆そのものはその別に世の中のすべてのことを点検して。 できるよ、はずのことなんだけど、うん、でも実際ね、その場で論白されちゃう。ああ、そっか。目の前で相手が言ってることを捕まえて、うん、なんか、そうじゃない。うん。<と>サンプル1とか2で。で、まあ、これは一体何なのかと。うん、うん。で、そこから、うん、その、ブラストスは、あの、そこに、その、前提されている、 そのソクラテスの論文法の、うん、まあ原理みたいなものをね、うん、を取り出してくるんだけど、結構それがもう、うん、あの、ちょっと驚くような話で、うんうん、まあ、この何十年も前の論文なので、今更ここで驚いてもしょうがないんですが、うん、でもやっぱり驚くんですよ。<laughs> 何回読んでも。ん<ー> <laughs> で、あの、まあちょっとこれね、うん、少しずつね、あの、うん 追いい詰めていくんだから、そこをぜひあの皆さんも追っていっていただきたいんですけどね。うん、まあ、しまいにはどうなるかというとね、これだけ言ってもしょうがないんだけど、まあ、言おうか。うん、ソクラテスの倫理的信念の体系は、うん、彼が支持するものである限り常に死んであると。うん、こういうあのことが帰結するんですけど、 身も蓋も蓋ない感じがします、ねうん、でなんでそんなことになるのかちゃんとそこには最もな理由があって、うん、っていうねあの論文自体はこのソクラテスの論文法、うん、エレンコスのその論理とそこ、うん、あのそれを可能にする前提みたいなことを仰いで出す形で。 うん、あの結構かなりテクニカルな話なんですけど、うん、もう一個面白いのがそれ自体が一番面白いんですが、うん、最後にねこのブラストスがね、うん、あの論文の本当の最後の段落でね、うん、ちょっとした空想をするんですよ。うん、あのこれは一つの想像であるが、うん、今プラトンがソクラテス対話編を書きながら自らは認識論的懸念に満たされていたとしてみようと。うん でて、うんぬんかんぬんで、でねこう、こんなこと書くんですよ。ある日のこと。彼はソクラテスなら空想的と思うであろうような、ある考えを確信するに至る。うん、人々の魂は誕生のはるか以前から存在していたのであり、様々な性を何度も生まれ変わってきたのである。そしてまさにそのゆえに、ある不思議な力で、すべてについての知識を獲得しているのであり。 この知識が今も一人一人の魂の中に覆われた形で真なる信念として内在しているのだというのがそれである。うん、で、この思想がスプラトンにひらめいたのは、ソクラテスが決して問うことのなかった問いへの答えとして、うん、つまり、ソクラテスが対話相手の誤った信念を論爆したとき、その相手の誰もがいつも必ずソクラテスの反爆に必要な真なる信念を所有していたという事実をどう証明すべきか、<laughs> という問いへの答えとしてであったのではあるか,いか。<laughs> 知ることは想起することであるという、うん、プラトンのこの最も荒々しい刑事上学的飛躍、うんうん、超自弁的学説は、うん、ソクラテスのエレンコスに内在する問題への一つの回答と考えてこそ理解可能となる<う>プラトンがこの説を提示するにあたってそれをソクラテスの口から語らせたのもそれゆえであったのではあるまいか、うんうん、ものすごい劇的な面白すぎますねでここの部分自体は別にこの <laughs>、うん 論文のまあ主要部分ではまあないね、<laughs> どっちかでというと付け足しというかね、うん、あのついでながらというね飛躍をしてみせるわけだね最後にね、うん、これはね,、うん、ねすごいですね、うん、でも言われてみたらそうプラトンのねいろプラトンがいろいろいろ言ってるうちのその早期説というねなぜ人は あの生まれながらにしていろんなことをほ本当は知っているのかみたいなね、うん、それを忘れているだけできっかけがあれば思い出せるみたいなねあの奇妙な説を、まあ、提示しているわけなんだけどそれを見事にそう,そうかソクラテスのエレンコスという相手を反駁するという、えー、哲学の仕方のなのこれ何て言ったらいいのかなあの 説明に使ってみたんだね。そートでも考えるほかないと。うん、で、まあ、これちょっとつまんない話にしちゃうと、うん、この早期説のをそのある種人間本性論みたいな形で、科学の検証の対象にすることもまあできるわけだよね。うん、うん、そうだね。うん、まあ、というわけで、決してあの確かにとんでもない。うん 荒々しい形状学的役なんだけどめちゃくちゃゃくなことでもないそうだねだ変な変な言い方になるけど、えー、例えば教えられてないのに何かが分かっちゃうっていうことをさ、うん、我々現代人だったら遺伝子のねあのそれで受け継がれてるという説明をするけど考えてみたらねあの実は論理の形としてはそんなに 大きくかけ離れてないっていうかね。うん、そうなんですよね <laughs>、うん、いや面白これをね、うん、まあこれ我々が最初に読んだのはおそらく学生の頃だと思うから30年近くたって読むとねいろいろね腑に落ちるとことがあって学問ってそういうもんだと思うんですけど、うん、あの我々があのプラトンの解説書とか 研究所とかを読んでて、ふんふんって言ってたの、うんうん、元は全部これかなっていう。<laughs> 少なくともエレンコスに関しては。<laughs> <laughs> 同じこと言ってんだっていうかう、ね、みんなそれをもとにものを考えていくわけだから、うん、当然のことなんですけど、うん、そうだねだからブラストスさん言いダしシぺのブラストスさんと同じ結論に達してるかどうかは別としてこういう着眼点からねいくらと音読み直すっていう意味ではね非常に多大な影響があっただろうっていうのは確かに言われてみればあの振り返ればそんな気がしてきますね、うん、だからさあのなんか。 ジジョジョを見てさ、うん、あなんか今流行ってることが全部 <laughs> 書いてあるとかね「<laughs> あのダイ・ハード」見てさあ <laughs> のアクション映画のパクリじゃんみたいな逆転現象っていうか <laughs> <laughs> ブラストスのこれ読むとそういう <laughs> <laughs> そうそうそう本当ですねそっか面白いなあのシェイクスピアを読んでさ、うんうん、なんだこの月並みなことわざばっかり嫌がってみたいな <laughs>。<laughs> モンキリ型ばっかり言ってみたいなね。いやいやいや、<laughs> シェイクスピアが言い始めてみんなが真似たんやで、みたいなね。<laughs> いろんなとこであるでしょうね、それでもね。うん、というわけでね、皆さんもね、これ、はい、ぜひね、うん、プラストスのソクラテスのエレンコス読んでいただきたいですね。いや、いいですね。これは必読ですね。は,い、はい。ありがとうございました。はい。まあ、うん、この辺にしときますかね。そうですね。はい。<laughs> <laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。